福田寅木福田寅木7月27日から1970年2月15日は、日本の内務官僚、政治家、熊本市長、幹線山梨県知事、衆議院議員、俳句をたしなみ、関場と合した、熊本県玉名郡、いくら村出身、福田教系の長男として生まれる、熊本県立熊本中学校、管理第五高等学校を経て、 1912年7月に東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。1913年11月、文官高等試験行政科試験に合格。1914年内務省に入省し、同年4月に熊本県属となる。以後、熊本県警部、同足北、阿麻生、宝田区の各軍長、愛知県理事官、福島県警察部長。 岡山県警察部長、警察講習所教授県内務事務官、富山県書記官、内務部長、福岡県若松市長、京都府内務部長などを歴任。1931年6月27日、山梨県知事に就任したが、同年12月18日に休職。1932年1月29日、伊岸面本館となり退官した。同年2月、 第18回衆議院議員総選挙で山梨県選挙区に立憲民政党から出馬し当選。後国民同盟に属し、衆議院議員を一期務めた。さらに、神戸市条約に就任。1946年、第13代熊本市長となり、翌年公選制で、第14代熊本市長に選出された。水道増設、熊本市電再建。 母子寮設置など戦後復興と民生安定に努めた、空産党局実中受賞受賞、1970年2月15日死去、ありがとうございます。